質疑の申し出がありますので順次これを許します。竹本直和君。委員長。竹本さん。衆議院議員自民党の竹本直和でございます。よろしくお願いします。いや私ねこの質問席に初めて立つんです。予算委員会の部屋ですねこれね。私は当選5回16年目に入ってるんですけど、予算委員会ってただの1回もまだ質問したことです。それほどですね自民党には人材が多いということです。今日は、予算委員会で質問する機会まだ与えられておりませんので、まあ予算委員会と同じつもりで、ちょっといろいろ大きい話をしてみたいなと思っております。よろしくお願いします。大臣席には古川国務大臣座っておりますが、私と古川さんとはですね最初の当選が一緒ですよね。ずっとその後一緒ですけども、私は彼も大蔵省の出身で、私は今の国交省の出身であります。同じ 役人出身でありました。で彼に、初めて会った時に彼を僕は褒めてあげたんです。激励したんです。なぜならば当時はですね16年前はですね、自民党が永久政権の状態でしょ、与野党交代がないわけです。そういうさなかね、その官僚の権限のような大蔵省からなんと野党のですねそういったところが手を挙げた、その勇気は君は大差分だとね。だから民主党が将来政権を取ることがあるとすれば君は最初の総理大臣になるだろうとこう言ってあげたんですが、僕の予測と違ってですね鳩山さんが先になりました。菅さんもその前になりました。まあこういうことであります。まあですからそういうことを話し合えるほどの仲でございますんで、まあ虚心坦懐にいろいろ厳しいものも含めて質問したいと思いますが、まずですね、今回東日本大震災がありまして、まあ世界がこの震災をどう克服するのか注目しているわけであります。ただ一言言えるのはですね、明らかに日本は必ずきっちりと克服するだろうと、このような思いを各国は持っているだろうと思います。でそこでですね、その克服の仕方なんですけれども、今民主党政権が出しているのはですね、国債を増発して、復興債を増発して発行して、そしてそれを税で補うと、所得税、法人税、まあいろいろ内容は変わるようでありますけれども、税で補うということをですね、言っております。私はね、まあ、言っちゃ悪いけど、民主党はですね、言うときは勇ましいこと言うんですけど、結果見たら何のことは何もできてないということが非常に多い。この前、2年数ヶ月前の選挙のときもですね、いわゆる我々が 4K と批判した、言わなくと言いました、子ども手当2万6000円上げる、それを言ったからですね、国民の人は、特に家庭の主婦はですね、子育てで苦しい人たちは、そんなくれるんだったら民主党だということで、民主党に投票が行きました。そして民主党が政権につきました。やってみたことは、自民党に反対されたからとはいえ、何のことはない、一人一万円で、結局同じこと、元の木阿弥。これをですね、繰り返しているのが今の民主党政権になります。ですから、私はですね、今、増税増税だと言ってるでしょ、でも来年の夏になったらですね、増税は増税だけれども、執行3年間延期するとかですね、やめたとこ言い出しかねないんではないか。だから、一生懸命税の議論することが、なんか将来虚しさにつながるんではないかという危惧の念を持っております。で政治に対してですね、古川さんね、あなたも思いを持って、私も思いを持っていますが、国民に対する姿勢というのはですね、しっかりとしなきゃいけない。そしてそういう意味ですね、この今の増税で対応するという方針は絶対変えませんか。それをまず答えてください。古川国務大臣。まずは竹本委員からですね、大変ご激励をいただきまして、ありがとうございます。まあ、竹本委員とはですね、先ほどもう年齢は大先輩でいらっしゃいますけれども、まあ、同期当選ということもあって、さまざまな場面で、ご指導もいただいてまいりました。またお互いにですね、ダボス会議、あまり日本の政治家で出る人少ないんですけれども、多分竹本先生、自民党の中で一番出ていらっしゃるんじゃないかと思いますし、まあ、そういう場でもご一緒させていただいたりしてまいりました。まあ、そういった意味では今日はぜひ、まあ、大きな視点でお話をさせていただ
ただきたいというふうに思っております。で、まあ、あの今のご質問のところでございますが、あの、まあ、これはですね、私はあの、ちょっと少しメッセージとして、世の中にきちんと伝わってないんじゃないかなと思っているんですが、今の日本の状況を考えれば、やはり経済成長、成長していかなければいけない。これはもう誰が考えても大事なことだというふうに思っています。ただ同時にですね、今のこの、まあ、ヨーロッパで起きているソブリン危機のことを考えれば、日本のこの財政赤字というものを考えるとですね、財政規律をやはりきちんと守っていると。ちゃんと、いや、まあ、これは私は借金の規模以上にですね、一番大事なことは、政府がきちんと財政をですね、グリップしていると、マネージメントしていると。まあ、このそういうことがちゃんと市場の信任を得ていないとですね、それは、それこそギリシャのようなことでも起きかねないということになるわけでありますから、この成長と財政規律の維持、やはりこれは言ってみると、まあ、車で言うとですね、アクセルとブレーキであって、しかし両方ないと、これは車でもですね、アクセルのない車では、車ではありませんし、かといってブレーキのない車ではこれは危なくて仕方がないわけであります。ですから、このアクセルとブレーキをどう、やっぱりちゃんと両方兼ね備えて、これをどう、どこで吹かし、そしてどこでこう、まあ、ブレーキも吹かせるかということではないかと思います。まあ、そういった意味では、我々ですね、例えばこの復興については、将来世代に付けを回すんじゃなくて、現在の世代の中で、まあ、これは負担をお願いを、させていただこうというふうに思っております。まあ、これはやっぱり財政規律というものを最低限ちゃんとこう維持していくという、そういうですね、ここの部分にブレーキに足をかけながら、しかしちょっとまあここは我々自身のこれは努力不足でもあろうかと思いますが、成長のところのやっぱりアクセルの部分が、孵化しているとかですね、そこに足を置いているという姿がきちっとやっぱり見えてなかった部分もあろうかと思います。そういった意味では私の、経済財政担当大臣として、また国家戦略担当大臣としてのですね、主な役割というのは、やはりここのしっかりちゃんとアクセルの部分に足を置いて、それを孵化しているんだと、押していくんだと、やっぱりそのことをしっかりやっていくことだと思ってますので、これからですね、ぜひ、まあ、こうした国会の場などを含めまして、今日私も竹本先生が今まで予算委員会で一度もご質問にならなかったということを、びっくりいたしました。まあ、今日は今度予算委員会で質問される準備だと思ってですね、ご質問いただければと思いますけれども、こういう場でもですね、こうしたら、ね、どうやってこの日本を成長させていくのか、これは与野党かかわらずこれはみんなで考えていかなきゃいけない問題だと思いますので、ぜひ一緒にこの成長戦略実現に向けてですね、有意義な議論を交わしたいと思いますので、またご協力をお願いを申し上げたいと思います。竹本直和君。いや、ルール、その国の信用力に関わる仕組み及びマネジメントのやり方はどうあればいいかって心構えよく分かったので、私聞いたのは、ね、そういうことじゃなくて、今の増税路線は来年の夏頃変えることはあるかないか、私はあるんじゃないかと疑っているんですが、どうですか、イエスかノーでございます。古川国務大臣。これは先ほど申し上げましたが、財政規律をやっぱりちゃんと維持をしていると、規制率は持っているという意味では、やはりちゃんとお願いすることについては、これはきちんと守っていかなければいけないというふうに思っております。竹本直和君。理由はともかく、この増税路線は変えないということですね。もう一回お願いします。古川国務大臣。増税路線ではなくて、先ほど申し上げましたが、きちんと成長戦略、ちゃんとアクセルを吹いて、その成長を目指すと、あと財政規律を維持すると、やっぱりこれはですね、二つはきちんと両方とも実現していかなければいけないということであります。竹本直和君。いや、理屈を聞いているんではなくて、今、政府が打ち出している所得税、法人税、場合によってはタバコ税と、こういった税を増税することによって、災害、対策の費用を生み出すというこの決定ですね、これは変えるのか、変えることは絶対ないのかどうか、そこを聞いてるだけです。古川国務大臣。
まさにこれは今与野党の中で御党とも議論協議もさせていただいているところだというふうに承知をいたしております。そこでしっかり内容は最終的に議員させていただいて、この国会の中で法案の審議もお願いしていくと、そういうことでありますから、そこで決めたことについてはですね、しっかり守ってまいりたいというふうに思っております。竹本直人君、なんか見え工場を用意しているような感じがして仕方ありませんけど、まあこれ以上聞いたって仕方ありません。ただやっぱり民主党がですね、2年前に選挙で勝ったのはやっぱり国民の騙されたんだけど期待があったからだと思うんですよね。その言ったことを実行しない、言ったことを実行しない、言ったことを実行しない、これを3回も4回も繰り返したら民主党は勝負すると思うんですよ。ですから古川さんはですね、そういったことについて真摯な心構えのある人だと思うから、あえて私はこれをしつこく聞いているのはそういうことであります。言ったことは必ず実行しなきゃ、自民党に反対されたから途中でやめました、こんなことになってしまいました、そんな情けないこと言っちゃダメで、言ったことはちゃんと実行して初めて政党として政治家としての価値が見出されるわけですからね。ぜひですね、そこ言ったことはきちっとやってほしい。私は申し訳ないが、来年の夏になった、まだ景気は悪いから、当初言っていた税のスケジュールをですね、少し延期するとか何か言い出すんではないかと。 TPP だってそうじゃないですか、6月に結論出すと延期をして11月に結論出すのがまだわからない。だからこれをですね、繰り返されたらですね、国民は政治そのものにですね、空いてくるというふうに思いますので、念のためすごく申し上げたのはそういうことです。さて、今の日本の悩みは何かというと、何と言っても円高であります。円高のために例えばトヨタは1円の円高で300億円損失が1年間で出る、パナソニックは36億円ぐらい出ると、こういう話は以前よく聞いておりましたけれども、最近のですね、ものすごい円高になりますとそれどころの話じゃなくなってきまして、一昨年、富山県一県で44の中小企業が海外流出。でこの間、5月に私はアメリカへ行ってロサンゼルス久しぶりに行きましたら、あそこの総領事館で聞いたんですけどもね、ものすごい企業がですね、アメリカですよ、アメリカに進出を希望していろいろな相談を受けていると、こういう状況です。ですから日本の庭と思われる東南アジアはもっと大きいと思うんですよ。でなぜならば、人件費がやっぱり10分の1東南アジアなんかね、10分の1でしょ。そうするとやっぱりその他電力料金が他の国の2倍ない3倍と高い、そうするとコスト高になってどうしても競争力が出てこない、やむを得ず出ていかないと企業が存続できない、まあ、こういう状況に今追い込まれているわけです。で私はですね、基本的にこの円高問題というのはですね、円高の時もあれば円安の時もあるわけですが、経済は動くから、円高の時は円高のメリットを大いにフルに活用する、円安になったら円安のメリットを大いにフルに活用する、そうしますと産業間分野間で儲かっている分野と損している分野が出てくるわけですけれども、政治にそれだけの力があれば儲かっているところで得た利益を損失を被っている分野に回せばですね、国全体としてはそう損失はないと、こういうことになるわけですけども、なかなか、ことほどさやに簡単にいかないからみんな苦労しているわけであります。だそこでまずこの円高問題についてですね、どのように考えるべきかということを申し上げたいと思います。購買力低下を用いて円高といったり円安といったり、あるいは為替レートを用いるものもあれば、ビッグマック指数なんてものもあります。要するに、ビッグマックをですね、円でいくら、ドルでいくらと、そこで比較するわけですけれども、まあ、日本の企業はですね、大体採算のレートを84円ぐらいに1ドルあたり置いております。で今のレートは大体76円です。そうしますとですね、とてもじゃないか利益に結びつかない。でそこで政府は介入をいたします。介入をいたしましても、まあ、言ってみればそんなものはね、世界経済のバケツの中の一滴しか過ぎないわけでありまして、ほとんど効果を及ぼさない。勝手の溝口介入は34兆円ぐらい使ってもですね、あまり効果なかった。まあ、そんなことを考えますと、なかなかこれに対する対策というのは一概に出てこないんです。ですから、金を使うよりもですね、私は対外的なロビー活動をもっとしっかりした方がいいと、しっかりした方がいいと。で、この間我々9月何日でしたっけ、9月の初めに自民党として、円高対策プロジェクトチームを作ってまして、私は座長をやってるんですが、G7 国際会議行かれる前に、
財務大臣が行く前に、心うべきことということで、提言を渡してまいりました。我々は第一提言と言っているんですが、それはですね、要は、日本は断固たる決意を持って必要なときは介入いたしますよ。そのときは協調介入に協力しろと、こういうような話、まあ、そういったことも含めてですね、きっちりとした話をしてきてくれと安住さんに申し入れてきたわけでありますけれども、まあ、その当時やってくれたかどうか私はよく分かりませんが、要するにお金がかからないわけだから、もっとですね、国際連携を深くすることが大事。まあ